はい、皆さんこんにちは。 N 予備校で英文法と英作文を担当しています三浦です。N 予備校で英文読解中学復習英語を担当しています中木翔太郎でございます。さて今回のお題はですね、困ったらここから始めよう読解編ということで、読解担当の中木先生に大いに語っていただこうかと、ね、こうね、はい、三浦大先生をこうねアナウンサーに、ね、してしまうというこのね暴挙ね、これちょっとね全国の三浦先生ファンにこれはもう刺されますかね。これね、すいませんね。困ったら、じゃないよ、自分で喋ってますね。ごめんなさい。困ったらここから始めようということなんですけど、はい、やっぱり読解でいろんな悩みがあると思うんですが、はいはいはい、例えばもう初めこういう入試問題見て、はい、もう全然わかんないよ、はい、いうもう本当に困った、でも足も出ない状態、はい、さあどうすれば。そうですね。で意外とこれやっぱりなんだろう、多くの人が多分想定してるであろう答えが、まずやっぱり一文をちゃんと読めるようになること、うんうん、もちろんそうなんですけど、僕これちょっと多分意外でもないのかな、意外な結論が、うん、結論というかあって、もちろん一文を読むその精読学ぶのもすごい大事なんですけど、ものすごい優しい長文にまずは触れてもらいたいですね、はい、いきなり長文でいいと思うんですよ私は。っていうのはやっぱりその精読って一文一文ちゃんと勉強するってしんどいですよね。そう、文の構造のつかみ方とかっていうのはやっぱりこれは授業でやっていても、これはもうまあ一学期まるまる全部基本的な考え方を皆さんに伝えるのでもまるまるやっぱこうかかったりもするので、うん、気だったら自分で独学でそこをやっていこうとしたらそれは厳しいです、ね、厳しいですよね、うんうん、まあ、授業で聞いててハッと分かったりすると、うん、すごい快感はあるんですけど、うん、そうなんですよ、自分でやってると、ね、そうなんですよ、ずっとぐるぐるしてる、ね、そうなんですよ。でしかも独学で精読を学ぶとなったらやっぱり僕なんか昔そうだったんですけど、誤解ばかりが頭の中入ってきますよね、うんうん、でやっぱりそこの何だろう、独学から発生するそういったいろんな弊害ってやっぱり精読についてはあるので、うん、ぜひもう精読については授業にお任せくださいませ、うん、そこは自信を持って私の授業 を受けてくれれば、まあ、そこは必ず精読については僕が必ず引っ張り上げますので、うん、皆様にそれプラスアルファで、まあいろいろと多読をする。そうですね、優しいもの、はい、なんだろう、やっぱりこう読むこと自体が目的になるっていうのは、ま、なかなか厳しいですよね、うん、うん、やっぱり読んで面白いとか、うん、読んでわかるとか、うん、そっから先の何かがないと読むことってなかなかやっぱり続かないと思うんですよね、うん、だからまず本当にもうぐーっとレベルを下げて、うん、もう今の自分にとってもこれはもう優しいなとか、うん、ちょうどいいなと思えるレベルの、例えばどんな題材が、そうですね、うん、やっぱ英検はやっぱりねいい題材ですよね、うん、でも自分のレベルに合わせて、うん、まあ、別に英検3級とか4級ちょっと考えすぎます、うん、まあでも、うん、もうそこら辺ぐらいからがちょうどいいなら全然それでもいいと思うんですよね、うん、結構面白い英文もね。そうなんです、ね、そう、英検は本当に文はね、うん、選ばれていて、そうですね、いいですよね本当にね、うん、そういったものでこう読むことに対するこうなんつうか心理的なこうハードルをこう下げて、うん、こう英文とこう仲良くなるというね、うん、そう、ま、そう意外と何だろう、こう習うより慣れろって僕はこれ間違いではないと思っていて、うん、つかば語学学習って本来そうですよね。そうですね、ね、こんなに授業してる人間が言っているかわからないんですけどやっぱそこはありますよね。そうですね、だからそう、うん、慣れる部分をまずは気楽にやってもらえればと思いますね。なるほどね、はい、うんうん、ちょっと意外な結論ではありました。あ、本当ですか、はい、じゃあちょっとこの続きを、あ、そうですね、はい、じゃあ、パート1はじゃあ一旦じゃあ、はい、ここで